ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回はよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がマクラーレン GT リュクス2023年式7800キロこちらの車両になります。結構珍しいのが入ってまいりました。はい、多分初紹介かな、車両紹介は。そして個人的にかなり気になってた車、はい、ただ積極的に調べないとあんまりこういろいろレビューが出てくる車じゃないのかな、うん、はい、ただ結構聞いた話だと評判はめちゃくちゃいいみたいですね。そうですね、まあ、マクラーレンにしてはちょっと新しいキャラクターというかそういう存在の一台じゃないかなとは思います。なので決して目立つ存在ではないんですけれども、はい、違う意味でとんがった車なんで、はい、まあ、ハマる人にはかなりハマるんじゃないかなと、うん、でまずその名前の GT っていうところなんですけど、はい、当然あのグランドツーリングなんで長距離ドライブを快適にこなせる車、はい、でまあホームページの方でもそれを強く歌ってたんですけど、はい、私さっき下見したら結構思ってたのと違うかなまあまあまあそうですね。この後ちょっと試乗もしつつその辺が実際にそのコンセプトと実際に感じるフィーリングがどうかっていうのをお伝えできたらと思うんですけど、そしてもう一つその GT の後についたそのリュクスっていうところ、はい、これがずっと何かな分からなかったんですよ、うん、はい、で今回調べてあの改めてなんですけど、これってパッケージオプション、トリムオプションの名前なんですね、はい、そうです。だめちゃくちゃ分かりやすく言うとあの BMW の一時期の時代にあったスポーツとラグジュアリー、あー、はいはい、そういう感じで捉えてもらえばいいんですよね、うん、そうですね。もう一個パイオニアっていうのもあるので、はいはい、なんでパイオニアっていう方がスポーティーなパッケージというか、はい、トリムオプションの方で今回ご紹介させていただくこのリュクスっていうのが、まあ、その名の通りラグジュアリーな、はい、でしかもこれさらに6種類あるんですよね。というわけで今回ご紹介させていただくのは GT でさらに、まあ、豪華なトリムオプションになってる方、はい、でさらに今回オプションもいろいろついてるということで、はい、その辺も踏まえて今回ご紹介させていただきます。でまずこれボディカラーなんですけど、はい、シリカホワイト、はい、ということでこれ毎回マクラーレンご紹介するとどこまで伝わってるか分からないですけどメタリックは相変わらず強めの、はい、あのマクラーレン独特なイギリス車独特な白ですね、はい、でしかも白も白で真っ白白っすね。そうなんです、真っ白なんで結構メタリック強いんですけど多分これ結構カメラだと近づかないとこのメタリックは分からないぐらい結構白が強いです。なんかよくあるちょっと黄色っぽいというか青みがかった白とかじゃなくて本当に真っ白白の真っ白です、はい、こんな感じ。そして全体的なこうスタイリングに関してはだいぶマイルドですね。そうですね、はい、マクラーレンの他のシリーズといろいろ比べると、うん、だいぶマイルドな攻撃的じゃない、うん、まあ、本当にラグジュアリーなエクステリアになってるかなと、はい、そしてあと今回、パッケージオプションでプレミアムパックっていうのが付いてるということで、はい、ヘッドライトは LED のヘッドライト、そうです、標準装備、はいはい、というわけでこんな感じのエクステリアになっております。であとブライトパック、はいはい、各部がなんか黒くなるオプション、はい、も今回ついているということで、まあ、この順番に紹介していきますけど、まあホイールだったり、はい、マフラーの出口だったりウィンドウの、サラウンドだったりその辺なんかも黒くなっていると、はい、こんな感じのエクステリアになっております、はい、そして横に回っててもいいでしょうか、はい、で横見た感じの印象としては車でかい、車です。横から見ると多分びっくりするんじゃないかなって思うんですけど結構長いんですよ。でちょうど今隣に570ありますけれども、はい、あの寸法で言ったら570より一回り大きいんですよ、はい、どっちかというと720にかなり近いということで、うん、全長の方が4680、全幅の方が2050、はい、で全高の方が1210ということでなんと全幅が2メーター超えてるんですね。2メーター超えてるです。なのですごいこうワイドアンドロードというか、はいはい、平べったい印象のこんな感じになってると、うん、そして足元の方こちらがグロスブラックとダイヤモンドカットのこちらの単造ホイール、はい、そしてサイズがこれ20インチなんですよね。そうです、はい、これはオプションのホイールかな、はいはい、で720とかって標準19ですよね。そうです、はい、だから1インチアップしてる、うん、そしてあとは奥に見えるブレーキがカーボンセラミック、はい、でこれ調べたらなんかオプションなんですか。マクラーレンでスチールブレーキをちょっと私も見たことがないのでてっきり標準かと思ってたら実はオプションという感じですね。中古車市場を見るとスチールブレーキの車も結構あるみたいですね。あ、なるほど、はい、というわけで今回はこちらが装着して、あとキャリパーも違うんですよね、カーボンセラミックとスチールで、はい、というわけでこちらのキャリパー、対向4ポットのこちらのキャリパーがついております、はい、あと足回りの方が前後ダブルウィッシュボーン、はい、そして電子制御のサスペンション、でこれが720譲りのサスペンションですよね、はい、プロアクティブダンピングコントロール、はいはい、こちらがついていると。ただスーパーシリーズとかと違って、うん、あのスタビは機械式のものがついてるらしいですよ、はい、
720とかだともう完全な足回りの制御だけでロールを抑えるような仕組みになってるんですけど、こちらの車の場合もう機械的なアナログなスタビライザーがついているということで、この辺が乗り味にどう影響してくるのか、うん、ちょっと確かめてみたいと思います。で今回はパッケージオプションがついているということで、プラクティカリティパックですか、はい、あれこれ直訳すると実用性パック、はい、という言葉で、リフターも今回ついてる、はい、ついてます。でこれ今回全部ノーマルですもんね。そうです、ノーマルです、はいはい、車というわけで、もともと車が1センチぐらい地上高が他のシリーズより高いんですよね、うん、これ不思議ですよね。地上高高いんですけど車高低いですよね。前高はあ、そうですね、はい、だからより平べったいってことなんですね、はい、GT で快適とか言ってるんだったらちょっと矛盾してる感じしますけど、うん、この気になる部分に関してはちょっと内装で確認したいと思います、はい、であとはサイドビュー見ていくと、うん、この手の車に珍しいこうモールついてるんですね。そうそうなんですよ、はい、このウィンドウのモールが、そしてこのウィンドウのサラウンドモール、はいはい、ここに関してはブライトバックで全部真っ黒黒になってる、はい、あとルーフもこのガラスのルーフになってるということで、はい、そしてあとは横のスタイリングがやっぱりだいぶ違いますね。だいぶ違います、はい、570だったりとか720、765あの辺と違ってここのバーがまるでないので、はい、だいぶダクトが強調されているので、そして開けるとこどうなってるのかなと思ったら、はい、こっちになってるんですよ。そうです、ちょっと特殊なドアノブ、まあ、これ細かくちょっとあったら紹介したいと思うんですけど、ちょっとまあ今までと違うタイプなので、はい、そしてさっき下見で開けたんですけどめちゃくちゃ開けづらいですねこれちょっと慣れは必要かな、はい、気になる動作はこの後紹介したいと思います、はい、そして後ろがなんと1インチアップの21インチ、はい、ということでこんな感じになっていると。そして後ろも当然カーボンセラミックの対向フォーボットのこちらのキャリパーがあっております。であとは全体的なこうシルエットボディライン、はい、後ろもだいぶマイルドな感じが。そうなんですよね、はい、まあ、この辺にダクトがついてたりとか、はいはい、あと後ろのデザインこんな感じですけど、すごいこう本当に GT の名の通り、はい、あんまり攻撃的じゃない、うん、はい、エアロ形状が極端じゃない、はい、こんな感じのエクステリアになってる。そしてあとは今回の車はスポーツエキゾースト、はいはい、オプションのものがついているということで、オプションなんですね、そもそもオプションなんです、はいはい、というわけで欲しいオプションのこんなのもしっかりついております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。開けるのがここ押すんですね。そうです、はい、そうすると押してちょっと隙間ができるので、はい、そこに手を入れるような感じ。これ開けられないじゃないですかあの女性の方で爪とかネイルとかされてる方だと開けられないんじゃないかっていうぐらい。そうで多分あの必然的にこの感じだと爪のやっぱ爪のひっかき傷できちゃうので、この車もそうですけどやっぱプロテクション貼られてるので、はい、最初からプロテクションが貼ってあるということで、はいはい、でとっても何もないんですよ。ないんです、はい、本当に縁を触って開ける、はい、もうできた隙間からこう上げていただく形で、開き方は相変わらずこれ他のモデルと同じリヘドラルドア、はいはい、でもう一つこれ閉めるのかどうやって閉めるのかなっていう、もうあの基本的には多分ドアを持つなんですけど、はいはい、まあ、ドアを持つかモールを持つか、はい、っていうことなんですけど、やっぱりこう汚れは指紋はついちゃうかなと、うん、はい、まあ、今回は車白なんで、まあ、その辺は気にならないと思うんですけど、逆にこうモールのとことか、はい、触るとちょっと手垢とか気になるかなと。そして開き具合は相変わらずですね、はい、で幅2メーターでこのディヘドルドアなんで、うん、ちょっとこう駐車スペースはそうですね考えないとそもそも止められないかなと、はいはい、そして乗り込んでみたいと思います。で今回は GT ボディというかフレーム、モノセル2、要はここが低くなってるバージョンのやつですよね、はい、はい、そうです、はい、のカーボンのフレームになってる。ただモノセル 2T、うん、っていうことでなんか GT 専用のやつになってるらしいです。というわけでここも低いんで、まあ、割と乗り込みやすいかな、はい、そしてシートはなんだろう、ちょっと高いです。気のせい高く感じます。一番下まで下げてるんだけど、あ、気のせいかな。逆に張りがあるからかな。張りも、うん、結構シートまだ、はい、そうですね、使用感が少ないので。そしてこんな感じで割とホールドのあるこちらのシートで、最初に触れたそのリュクスの部分、はい、パイオニアとリュクスで一番違うのがこのインテリアの違いですね、はい、でリュクスになると豪華になるんで、まあ、各部がレザーになると、はいはい、でシートだったりも全部レザー、はいはい、パイオニアだと背中がアルカンターラ使ってたりだとか、はい、トランク一部スーパーファブリックでしたっけ、うん、使ってたりとかってあるんですけど、リュクスの場合だとあらゆるところがレザー、はい、シートも全面で、座面だったりはこのパンチング、あとトランクだったりその辺なんかも全部レザーになるということで、かなり内装はあの豪華な感じ、うん、はい、でアルカンだとやっぱりレーシーな感じしますけど、他のところも全部レザーなんでかなり豪華な感じがします。
そしてスタイリングはこんな感じで、アルミですかね。はい、多分アルミだと思います。ちょっと冬場とか夏場危険な感じがしますけど、はい、こんな感じのスタイリング、はい、そして相変わらずちょっと細め、はい、あとパドルがハンドルの方についてくるタイプ。そうです、はい、ということでこのシーソーのタイプですね、はい、あ、そっか、マクラーレンは。はい、そしてこれちゃんと金属ということで、はい、そうですよね、はい、アルミのこのパドルになっております、うん、そしてメーターは約12インチのこちらのメーター、ちゃんとメーターも GT になっております。ちょっとちっちゃめかな、これに関しては後でちょっと見てみたいと思います。あとこっち7インチの、ナビゲーション、はい、これさっきちょっといじったんですけど、うん、ちょっとこれはまあ今の車が良くなりすぎてて、うん、ちょっと一世代前感を感じます、はい、あと気になったのが7インチでそんなにもともと大きくないんですけど、この上下にスモークがかかってて、そうなんですよね、より表示がちっちゃくなってる、うん、ということでこんな感じ、はい、あとはまあ一通りオーディオ、はい、なんかこんな感じ、この辺はまあもともとめちゃくちゃ充実してるっていう感じではないと思うんですけど、はい、アンビエントとかもついてるんですね。アンビエント、はい、そうですね、まあ、この辺がやっぱ GT の特徴かなと、はい、まあ、マクラーレンもともとこの辺メディアとかすごい充実してるわけではないんですけど、うん、こんな感じになって、そしてエアコン関係相変わらずヘルメットかぶってて、風量の調節とかはタッチなんですね。はい、はい、え、温度もタッチ？タッチだ。どうなんですか？ダイヤル動かないですよね。そうですね、はい、ダイヤルは本当にオーディオのダイヤルということで、はい、こんな感じになっていると。で、あとはドリンクホルダーとか、その辺の快適装備が、はい、1、2、3個、はいはい、ドリンクホルダー3つついていると、うん、あとそのモードの切り替え、はい、これはシャーシとエンジン別々ですよね。別々です、はい、で相変わらずこうアクティブでオンオフするタイプのこちらのモード切り替え、はい、まあ、あとロンジだったりとかこの辺は飛ばしちゃいますね。でシフトに関してはこの、はい、ボタンのタイプ、はい、そしてアームレストの中は、はい、この感じで、はい、純正のハンマーと、はい、あと USB のタイプ A、はい、小物入れもちっちゃいです。そしてあとはグローボックスついてるんですよね。はい、そうなんです。はい、結構狭いですね。ちっちゃいです。車検証ギリじゃないですか。ギリですね、はい、説明書もいいですね、はい、というわけでこんな感じになって、はい、そしてあとはペダル、はい、他のもこんな感じでしたっけ。マクラーレン結構、はい、そうですね、久しぶりに乗ってびっくりしたんですけど、うん、やっぱりセンターがすごいこう中心に寄ってるんで、はい、こうどっちかというと本当に こういう感じ、うん、はい、ブレーキがかなり中心に寄ってます。なんで本当にまっすぐ座るとちょっとフットレストとブレーキかなり近いんで、うん、踏みづらいぐらいの、ちょっとこれ慣れないと、はい、そうですね、はい、大変かなっていう感じはします。そしてあとは今回リュクスなんでバワーズ&ウィルキンスの12スピーカーかな、はい、こちらのサウンドシステムが標準装備、はい、はい、というわけでこんな感じになっている。ドアも全部あれですよね、リュクスになるとレザーになるんですよ、はい、レザーですね、はい、というわけですごい質感がいいです、はい、ドアにもポケット小物入れも、はい、こんな感じについてると、はい、これ開けても開いちゃうんですね。そうですね、はい、ドア開けると開かないやつかなと思ったらこんな感じになっている。そして天井関係はアルカンターラ、はい、そしてガラスのこちらのルーフになっております、はい、これ閉めるのはできないんですよね。そうなんです、常に開きっぱなしということで、うん、まあ、開放感は結構あるかなと、はい、で今回のお車はドライブレコーダー、はい、レーダー探知機もついてる、ついてます、はい、まあ、いろんなレビューを見たんですけど視界はびっくりするぐらいいいって書いてあったんで、うん、はい、まあその通り視界は悪くないです、はい、ただやっぱり相変わらずのこのスタイリングなんでこの A ピラーの存在感はすごいかなっていう、うん、そうですね、結構太いし、こう自分の方に向かってきてる感じがあるんでここはちょっと視界あんまり良くないかなと。ただ前方だったりだとかあと後方に関してはまあ割といいのかなと。で背中に関しては少しこんな感じでそのままトランクにつながるスペースがあるようになっております。続いてトランク見てみたいと思います。トランクがこの車の一番のポイントというかそうです、はい、の部分なんですよね、はい、でなんせこの車このスタイリングでゴルフに行ける、うん、もしくはスキー、はい、スノーボードも行けるっていうのが結構売りみたいで、はい、ホームページにもその辺大きく書いてあるんでトランクチェックしてみたいと思います。でトランクがこう外からなんか触って開けるっていうのはできないんですよね。ですね、室内かキーレスで開けると、はい、で室内に関してもいつも あのドア開けたところとかじゃないんですよ、はい、あのダッシュボードのハンドルの下の辺のスイッチを押していただくと開けられる。そして開けるとなんとフルパワー、はい、マクラーレンびっくりじゃないですか。マクラーレンでパワーゲートですよ、はい、そして当然閉めるのもパワー、はいはい、ちょっといらない気がするんですが、はい、
そして容量の方は420リッターということで、はい、あのいろんなレビューだったりだとかホームページにも書いてあったかな、はい、ゴルフバッグが積めると、まあ、積めそうですね、確かに。でちょうど真ん中がえぐってあって、はい、でトランクもこうなんていうんですか、レザーとかじゃない、うん、はい、ちょっとファブリックっぽい、はい、ボコボコのこの素材になってるんで割とガンガン使える、うんうんうん、荷物入れても大丈夫かな。長さがすごいですね、あの幅は確かにそんなにないですけど。でいろんなレビューであのコンパクトなバッグだと思うんですけど、ゴルフバッグ2個積んでるやつもあったんで、あ、はい、まあ、2人でゴルフギリいけるのかなっていう、うんうんうん、だとなんかオプションで専用のバッグがあるんですよね。あ、そうなんですか。ぴったりスポッてはまるやつがあるみたいなんで、その辺使っていただくといいのかな。確かに、まあ、スキースノーボードはいけそうな感じはします、うん、ただウェアとか用品とか積むとかなりきついのかなと。ただ肉なんで、はい、あ、確かに、はい、そういう路面状況がどうか、確かにそのままもうドリドリしながら行ってみたいなそんな感じになってます。そしてあとはこれゲート全部カーボンなんですね。はい、カーボンですね。まあ、フレームもそうですけど、このリアのゲートだったりこの内側この辺なんかも全部カーボンで、なんかリアの足回りの上の部分も全部カーボンとかっていう風に資料に書いてあったんで、やっぱり相変わらずカーボン対応して、うん、この辺はマクラーレンって感じですね、はい、で結構軽量に作ってあるのかなと思いきや、車重に関しては1600キロぐらいあるということで、うん、はい、まあ、この装備と内容に関して言えば、まあまあ軽い方なのかな、うん、まあ、気になる走りの方はこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて前側のトランクも見てみたいと思います。前側は後ろに比べると少し容量ないですけど、この手の車に関しては結構大きい方なのかなと、うん、容量の方が150リッターということで、はい、深さもありますよね、うんうん、ありますね。なので前も使っていただければ、まあ、いろんな旅行だったりだとか、うん、はい、その辺にも使えるかなと、こんな感じになっております。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、ちょっと今回はあのエンジンルームの紹介がなかったんであれなんですけど、ちょっと帰りに、はい、その辺は紹介したいと思います。はい、行きましょう。早速お願いします。ちょっとリフターをこっち、はい、さすがにこのシルエットだからリフターは必須かな。そうですね、意外とノーズ長いですからね。ね、やっぱり、ね、天井の低さめっちゃ感じる。椅子一番下でこれだからね。天井低いですね。ここの圧迫感が久しぶりになんか裏感ぐらいのなんかこう、そうですね、ここの天井の圧迫感を感じました。多分さっきショールームにいたあの 570S よりも多分車高低いですね、うん、こっちの方が。そんな感じするよね、うん、多分低いです。で確かにホームページに書いてあったようになんかその全体的な開放感というかはあの他のシリーズよりかもある気はしますけど、はい、そしていいですか、はい、思ってたところとちょっと違ったなっていう、あの振動が結構ある。そうですね、そう、なんかもうちょっとこうマイルドな本当に長距離とかもゆったり乗れる車かと思いきや、そう、それもねホームページとかいろんなレビュー読んだらなんかこう結構その静かなのとか、うんうん、快適なのをすごくこう押してたんで、はい、もしかしたらその辺もすごいマイルドになってるのかな。特にエクステリアが結構マイルドになってるでしょ、はい、なんか後ろなんかもアストンっていうぐらいなんかさ、うん、こうシュッとした、そうですね、
いつものマクラーレンの仰々しい感じじゃなくて、うん、なんかシュッとした感じだから、あれもしかして中身も結構なってんのと思いきや、あの振動は結構ある確かにこれステアリングだけじゃなくてシートとかいろんなところにこう、あとこの高周波ビーっていう、これはもうどのシリーズもマクラーレンはそうなんですよ ね、 あるんですよね。で GT また違う感じの音がしてねちょっと確かフロントのでも確かアクチュエーターの、あそうなんだ、作動の、そうですね、音ですね、作動音、はい。そしてあとはさっき出した時に思ったんですけど、あの出足なんかはもうびっくりするぐらいなんか普通、ああそうですよね、クリープもあるし、めちゃめちゃ普通で、今その信号回しから止まって乗り出した時もあのびっくりするぐらい普通に乗り出せます。あこれステアリングフィールも他のやつと全然違う、違うんですよ、あ全然違う、えびっくり、結構味付けは本当に今までのシリーズと全然違うと思うので、え普通になんかこれさ、なんて普通の車じゃんこれステアリングフィール、そうなんですよ、マジか、あのマクラーレンのよくあるあのすっごいこう、ダイレクトに伝わってくる感じがだいぶあのマイルドに、めちゃくちゃマイルドなんだけど、びっくりした、はい、この辺がだから多分こう GT っていうキャラクターを出してるところですよね。いやどこかなんかこう切りごたえというか、だったりとかこのノーズの向き方はらしさすごく残ってんだけど、はい、なんかこの乗った感じはもう普通に乗用車、拍子抜けするぐらい普通に乗れる、あとこう違和感がないというか、そうですね、マクラーレンの特に LT シリーズとか、まあ普通のもそうですけど、乗ってまずびっくりするのはそのステアリングクイックさというか、はい、正確性、本当になんかゲームみたいな、あそうですね、もうゴーカートみたいな、 それがなんか本当にいつも乗ってる車の方がどっちかっていうと感覚近いよねっていうぐらい、なんか最初のこのやっぱり遊びがちゃんとある、はい、でそれに合わせてこのアクセルのレスポンスだったりだとか、車の動きも全然滑らかというか、ちょっと見た目とのギャップはありますよね、やっぱり、そうね、いやこんなに平べったい、この車がこんなに普通に乗れちゃうのっていう、目線はだいぶ低いですから ね、 そうね、シートは確かに高いですけど、ただブレーキは相変わらずです、マクラーレンの、はい、はい、ちょっと動力いるやつですよね、いります。で遊びも少なめです、もう最初からペダル硬い感じ、はい、ただ結構効きます、やっぱりマクラーレンのよくやっちゃうのは本当信号待ちしっかりブレーキ踏んでないとクリープもあるんで進んじゃうんですよね、それがちょっとヒヤッとしたりは、なるほどなるほど、いやだからすごい矛盾してることをしてると思うよねいやだってこんなさカーボンのバスタブの車でしかも最高速320キロぐらい、その車を GT に仕上げようっていうんだからさ、めちゃくちゃ矛盾してるじゃん、そうですね、そもそもスタート地点が違うんですけどみたいな、いや多分まあもちろん狙ってのことでやっぱコンセプトもそういう方向なんで全然いいと思うんですけど、やっぱりまあ僕もこう本当にもう包み隠さず言ってしまうのであればいいとこ取りを本当にした車、あそう、ね、ですよね、今ブレーキが確かにこれギュッて踏んでないとあれだね、本当にスーパーカーの見た目でこのまあガルウィングというかディフェドラドアでゴルフも行けて旅行もできて、もういいとこ取りした車ですよね、確かに全部叶えてくれるっていう、あと長距離ドライブもこれなら疲れない気がする、そうですね、ちょっとまあ場所によってあと人の感じ方によってですけど、やっぱりまあ僕は正直想像してたよりはやっぱり あのいい意味で硬さはしっかり残ってたんですよ、それがまあ、人によってどう感じるかっていうところだと思うので、う、ね、新東名みたいなところ本当に淡々と走るのは、すっごい快適に走れると思 う、ね、やっぱりその思い通りに動くそういう機敏なクイックな車もいいんだけど、やっぱりこう神経使うからこう短時間だったらいいんですけど走り続けると疲れちゃうみたいな、そうですね、その点これすっごいマイルドだから乗りやすい、まあもうもちろんやっぱり LT シリーズとか、ああいうのに比べたら全然あの乗り心地もいいですし、個人的にはこのシルエットだったらめちゃくちゃ乗り心地がいいと思う、そうですね、
本当にシルエット考えたら全然いいですよね、乗り心地がいい部類。だやっぱり車のそのコンポンの硬さだったりだとか、うん、タイヤもリア21インチだったりフロント20インチだったり、はい、扁平も30扁平とかだったりするんで、まあ、決して、まあ、乗用車とかと比べて乗り心地がいいっていういいかっていうとそのこと全然ないんですけど、はい、このシルエットだったらもう信じられないぐらい乗り心地がいい、うん、まあリアもね、多分女性の方乗せても不満が出ないレベル。そうですね、うん、ドアミラーから見えるあのダクトがもうスーパーカーですね。そうね、そうね、完全に。そしてね、後ろはまあ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 見えるかな、うんうんうん、そうね、こんな感じですね。あとこのキーンって音だな、うん、じゃあとりあえずスポーツにしていいですか。はい、モード切り替えてアクティブ、はい、いきます。あ、タイヤの温度とかも出るんだこれ全部。そうなんです。あれ、マクラーレンってもともとハンドルについてくるんだっけ、パドル。そうです、そうです。シーソーで、ただ、やっぱ GT になってそのアルミのパドルがちょっと大型になったりとか、質感がやっぱりちょっとラグジュアリーじゃないですけど確かに良くなったのはありますね。もうちょっと前はあのちっちゃくてこんないい感じじゃなかったんですけど。あとペダルかな、ちょっと慣れないとこれはな、うん、まあ、本当に全部が近い。こんな形状的には多分左ハンドルの方がもしかしたら足は楽かもしれないですね。結構でも四角は多いな、意外と。後ろはそうですね、特にブラインドとか、うん、少し気をつけないとかな、はい、で当然サポート関係もそんなにめちゃくちゃ充実してるわけではないので。そうですね、わ、スポーツめっちゃクイック、結構変わりますよね。全然違う。あ、でも言っても他のシリーズ、うん、スポーツシリーズよりかは全然、すごいこう前後の動きもあるね。意外とそうですよね、足が結構動いてくれてるとは思うんで、うん、あー、こういう感じね。はい、これすごいぞ。でも今もそうですけど、ちょっと速度乗ると段差とかもだいぶマイルドになりますね、うんうんうん、え、めちゃくちゃ乗り心地いいな、うん、だ多分本当に高速道路とかでちょっとロングドライブする方が多分すごく快適に乗れると思うんです。結構街中で低速だと路面の結構アンジェレーション拾っちゃうんで。これすごいね、はい、いやなんかちょっと自動車評論家とかモータージャーナリストの人の評判がいいのはすごい分かりました、うん、この車すごい、結構個性的だな、まあ、スタイリングとかも本当に今までのマクラーレンとはちょっとまた違う感じがするので、うん、本当になんか池ちゃん言った通りいいとこ取りなんだけど、うん、すごく悪く言えばそれをマクラーレンでやる必要があったのかなっていうまあそうですね、うんうん、確かに僕もマクラーレンって結構いいイメージは正直走りに関してはすごいあるんですよ、うん、まあ、走った時のフィーリングってもう本当レーシングカーだったりとか、うん、もうカートに近いフィーリングがあってすごくこうドライバーにインフォメーションが伝わってくる車じゃないですか、うん、だから本当走りに振った車ってすごくいいなと思うんですけど、今回ちょっと全然マクラーレンの中でも新しいシリーズなんで。そうね、はい、ただこれ初めてマクラーレン乗る人に、うん、どうなんだろうね、うん、まあ、受け入れやすいのは受け入れやすいと思うんですけど、うん、ちょっとこうマクラーレン本来のちょっとこうキャラクターのところとだいぶそれてるというか、うん、違うじゃん、はい、うん、なんで今までのやっぱこう走りに結構特化してるモデルとはちょっとやっぱり一回切り離してもらうじゃないですけど、あのそういう考えの上で乗ってもらいたいなって感じですね。そうね、いやすげえな。今まで結構こう2ドアの車でゴルフとか行かれる方の検討ってやっぱりベントレーのコンチネンタル GT とか、メルセデスの S クーペカブリオレ、BM の8シリーズとかこの辺多かったんですけど、
まあ、ちょっと価格帯はもちろんいろいろありますけども、まあ、同じような用途で使える車にこのマクラーレンが入ってくる可能性があるかなっていう。実際まあゴルフとかも行けると思いますし、その中でやっぱ見た目もスーパーカーらしさをこう持ったローワイドな車なので、ゴルフに行けるスーパーカーってあんまないもんね。ないと思います。本当に助手席に縦にボーンってゴルフバッグを積んでいく人もいらっしゃいますけども、普通にルストとか、あ、そうですね、あの辺ぐらい、はい、でも本当そういう中でまあディヘドラドのドアで、これでゴルフ行けちゃうのっていう。なるほど、めちゃくちゃ乗りやすいんだよな。乗りやすいですよね。乗りやすい、まあ、ただやっぱ最初ちょっと、まあ、大きさ、車体の大きさ、うん、幅だったりとかそういうのはちょっと感じると思うんですけど、それはね、2メーター超えてるからね2メーター超えはでかいぞ。気使わないかって言われたらやっぱ気は使う車ですよね。そうね、だめちゃくちゃ違う意味でとんがってるね、うん、うん。こんな個性的な車ないよ。でも本当に他のメーカーがまだやってない、うん、まあ、ジャンルっていうか、うん、まあ、このスポーツタイプのクーペでこういうコンセプトでやってるってのはちょっとまあ面白いなと思う。確かに今までなかったよねって感じ、うん、ルーフもガラスルーフといえど、意外とあの720のとはまたちょっと全然開放感も違うじゃないですか。1枚だからね、はい、後ろのこのガラスのデカさとね、リアガラス長いですよね縦にめちゃくちゃ長くて、そうなんですよ。おもろ、個性的な、すげえ面白い。でも乗るんだったら今回リュクス紹介してくれじゃない、してるからじゃないけど、リュクスがいい気がする。ああ、そうですね、うん、割とだからスパイクついててもマフラー閉じたら静かだし、はい、音楽もちゃんと聴けるし、うんうんうん、この車のキャラクターだったら、まあ、もちろんそのファブリックのトランクとか、うん、アルカンの内装とかでもいいんだけど、うん、せっかくだったらこのレザーの内装、はい、結構楽しめるんじゃないかなっていう、うん、車のまあキャラクターっていうかそのコンセプトに合ってるのはこっちですよね、リュックスの方が。あ、でもね、なんだろう、助手席広く感じるな。あ、本当ですか。うん、あ、運転席とだいぶ違うね。なんでだろう、なんか違うですね、うん、感覚が結構違う。助手席確かに広い、開放感も。でもな、ルーフちょっとこれ眩しいな。そうですね、うん、あと多分だいぶ紫外線とかカットしてると思うんですけ ど、ちょっと暑さとか大丈夫かなって感じですよね。じゃあドライバーチェンジしまして、はい、ちょっと紹介の順番いつもと違ってエンジンルームがなかったんで、はい、はい、今入れていいですか。エンジンスペックを、はい、でエンジンの方が M840 っていうエンジン型式、はい、570とか 600LT、はい、あともっと P1 とかに積まれてた、はい、3.8 リッター、うん、はい、の M838T のこの後継なんですよね、うん、あ、はいはい、720とか765、うん、あと、まあ、最近だったら750とか、はい、あとセナとかに積んでる4リッターの V8 ツインターボ、はい、はい、ちなみにもちろんドライサンプでございます。で馬力の方が他のシリーズでもっとすごい馬力出てるじゃないですか、700馬力とか、はい、うん、それがまあ多少デチューンというか、はい、もうちょっと乗りやすいように振られてて、600、馬力の方が620馬力、はい、トルクの方が630ニュートン、はい、でこれストロークアップして排気量アップしてるらしいですね。あ、なるほど。他のモデル、うん、M838T と違って、でこれに組み合わせるミッションの方が7速 SSG、はい、シームレスシフトギアボックス、うん、はい、こちらと組み合わさってると、まあ、はい、で0100 3.2秒、0200 9秒、お、はい、でマックス326キロでございます、はい、だスペックは相変わらずちょっとどうかしてるぜっていう、もうスーパーカーですね、はい、だそれをだから GT にしようとするんだからすごいよね。そうですよねどんだけ速く移動するんだよっていう。まあでもそういうコンセプトなんでしょうね、多分速くこう、まあまあまあそうね、まあスムーズにっていう、だ長距離を快適に移動する、うん、って書いてあったんですけどホームページにも、はい、でもそこ多分括弧マクラーレンの速度でっていう、ね、多分そういうことなんだと思う。でも本当このシームレスギアのつながりとか全然ショックないですよね。ない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 、これ40キロで6速
あと相変わらずちょっとシートの調整はしづらいかなっていう。そうですね、ここに手を突っ込んで手探りで全部押す感じ、はい、前後も押す感じ、上げ下げもリグライニングも全部押す感じ、はい、もうおすすめはシートメモリー保存しておくのが一番おすすめです。 ですね、はい、あとやっぱり後ろにこのスペースがあるっていうのは結構でかいかなっていう、うん、はい、いい意味で確かに遊びはあるんですけど素直に曲がるんですね。なんかさ違わない？なんかそうですね。なんか遊びは普通の車並みに乗用車並みにある、乗用車って言ったらあれだけどスポーツカー並みぐらいにあるんだけど、うん、なんかそこから先のなんか動きが、うん、ちょっと不思議な感じ、不思議な感じするよね、うん、でも確かに質感とか本当リクスいいですね、うん、この感じだったらちょっとあのレザーのダッシュボードが新鮮、うんうん、マクラーレンで言うとこれ日中なんで分かりにくいですけど、多分アンビエントライトもここと、うん、あとドアトリムのこの、そこ連動してんの？そうですそうです、ドアトリムのこの上のブツブツつぶつぶしてるところが本当だ、はい、赤青、はい、オレンジ白、はい、このあとドアの縁のこのあここ、はい、ブツブツあるんですけど、ちょっと日中で分かりにくいですけどマクラーレンがまさかこんなことをやるとはそうそうそう、走るのに全く必要ない、そうなんですよ、アンビエントを、へえ、もうすごいやる気モード、はい、トラック行きましょう。あいや、早っ、早いですね。でも、うん、すごい安心感っていうか安定してるんですよ。そうね。結構多分車長いのもあると思うんですけど、あんま怖さないですね。早い。早っ全然怖くないですね。へえ、うん、すごいすごい、これすげえな、いやパワーは確かに本当に620馬力あるんだろうなっていう感じするんですけど、ちゃんと車がこうまっすぐの状態で踏む分にはなんか車がこうどちらかっちゃうような感じもないですし、これ僕のあの友達の現役でレースやってる子が、うん、あのちょっとまあマクラーレン の、うん、あのちゃんとディーラーさんのお仕事で、うん、富士で乗ってるんですよサーキットで、うんうんうん、ですごくこう偏見というか勝手なイメージだったんですけど、うん、マクラーレン GT ってこういうコンセプトで作られてるんで、うん、サーキットとかどうなのって思ってて、うんうん、聞いたら全然速いしちゃんと止まるしちゃんと曲がるよ、本当にちゃんと速い車だよっていうのを言ってたんで、まあ、それを頭にやりながらちょっと今回初めて乗ったんですけど、本当になんかやっぱこういう走りはマクラーレンらしさ残ってるですよね、うん、ただやっぱちょっと車的には普通に乗ってみたい車ですねまあここ回してもらうだけで、はい、できますから。ドリンクホルダーついてるんですよ。だってそうなんですよね。これしかもなんか 横もなんか、あ確かにそれスマホをなんかさせるって言ってた、ね、そうなんですよね、スマホとか置けるいいな。まあ、ちょっと毎日使うのはちょっときついかもしれないけど、うん、やっぱ、まあ、確かに快適に速度が低いとちょっとやっぱこの路面の凹凸とか拾いやすいですよね、うん、どうしても、まあ、これはもう他の車も一緒なんであれですけど、だからマクラーレン欲しいけどなんかすごいそんなとんがったやつもうなーっていう方にはいい気がします。うん、真骨頂で言ったら多分 LT シリーズだと思うんですよ。いやそうですね、やっぱ走り楽しみたい方はもう絶対マクラーレンの LT 乗ってみていただけるともう分かると思います。本当にそれかもうめちゃくちゃ速く走りたい人だったらもう普通のスーパーシリーズ、そうです、ね、720とかでも本当に目が追いつかないぐらい速いって言うから、いや本当にまあ720馬力ありますからねその765なんかもうどうなっちゃうのっていうレベルで速いらしいんで、でもマクラーレンこれもそうですけど意外とこう角が取れて結構こうおとなしいあのデザインにはなってるじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱこうちゃんと細部見ていくと、うん、あの空力しっかり意識したデザインですよね、うんうんうん、あの空気を抜くとことか、うんうん、もうしっかりだって下回り見ただってもう本当に相変わらずだなっていう真っ平らとさ、ね、どこまでも続く本当にリアの車軸のところまで続くディフューザー、うん、ふざけてんなと思う。本当そうですよね。だ決してこうやっぱまあ失礼な言い方ですけど手を抜いてることはもちろんなくて、うんうんうん、本気でやっぱ作ってるですよね。ただやっぱり
どうしてもまあ他のモデルでも言えるんですけど、故障とかその辺どうなのっていうのがまくられて、毎回毎回こう商談させていただくと出ることで、まあ正直やっぱり個体によっては、うん、故障だったりってやっぱもう出てるのも耳にするのであれですけど、今回のお車まだ2023年で、新車の保証、メーカー保証残ってるのでバッチリ残ってます、はい、その辺ご安心いただけるのではないかなと思います。あとは結構こう中古で価格が、だいぶ落ち着くメーカーでありますけど、うん、はい、逆にだから最初から中古を購入してもらえば、はい、そうですね、結構まあいいのかなっていうコストパフォーマンスじゃないですけど、うん、いいと思いますね。あとは GT は本当に最初も言ったんですけど、オプションが多いんで、うん、個体によっては本当に、結構いろいろついてない、そうですね、言ったら今回パッケージのオプション全部ついてると言っても過言でない、うん、はい、ラインナップなんで乗っていただくにはかなりいいんじゃないかな、はい、だから僕みたいにそのドアが開けづらいとか、はい、この、いつものこの高周波が気になるとか言ってる人は乗っちゃダメなんですけど、うん、はい、まあでも本当それも正直レビューで気になる人は気になりますし、確かに実際本当に気になる部分ですからね、うん、でもそれは他のメーカーの車でも同じじゃないにせよ何かしらやっぱあることで、あるある、うん、マクラーレンシリーズ全部言うよね、無音のやつに当たったことないよ。そうなんですよ。でこれがGT は正直まだ聞いたことないんですけど、うん、720だとやっぱそのリフターの故障、うん、リフターに関わるアクチュエーターみたいで、あ、そうなんだ、僕の記憶してる限りこれはまだ正常な音なんですよ、うん、へで正常でこんな音するのかと思うんですけど、うんうん、この音が本当にもう、うん、もう自分から壊れましたって言ってくるよう な、 あ、そうな音に変わるんですよ。へ、もう元気がなくなっちゃうというか、へ、そうするとフロントリフターも作動しなくなっちゃって、あ、そうなんだ、リフター故障って、まあ、メーター上にも出たりするんですけど、へ、そういうのはちょっと実は720とか、うん、そのあたりでは何台かありますね。なるほど、うん、なのでもちろん可能性として出る可能性ももちろんあると思いますし、逆に出ない個体もやっぱりあるので、そこはやっぱ個体によってっていうのもありますけど、まだ保証が残ってるっていう部分ではまあまあまあそういう万が一に関しても安心かなっていう。ただちょっとどうなんだろう、部品国内在庫がやっぱないケースがマクラーレンって多いので、まあ、保証あるにせよ直すのにちょっとお預かりのこう期間が長かったりとか、うん、そういうのはどうしても、まあ、フェラーリ、ランボルギーニも一緒ですけども、そういうのはちょっとあるのかなっていう感じですよね。じゃあ最後になりますけども、はい、思ったよりも個性的でした。そうですね、まあ、マクラーレンらしさもあるんですけど、ただまあ今までのシリーズとちょっと違って、確かにまあ、コンセプト通り荷物積んだりとか長距離もまあ使おうと思えば全然使えるのかなっていうのは乗ってもやっぱ分かったので、まあいいのかなとは思います。かなり個性的な1台ではあるんですけど、やっぱりこのスタイリングでこのドライブフィールが楽しめて荷物も積めてなんで、結構こうピンポイントで、はい、マッチする方も意外にいらっしゃる車なのかなと。多いと思います。結局スーパーカーじゃゴルフ行けないよねっていう人もやっぱ多い中で、まあそれは多分これで叶えられるのかなとかいろいろあるので、まあ、もちろんハマる人には十分ハマるようなパッケージだと思います。というわけで気になる方はぜひお問い合わせください、はい、そしてこういった車の買い取りも、はいはい、お任せいただければ頑張れると思いますのでぜひお問い合わせください。というわけで今回はマクラーレン GT リュクスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。